だから要するにボーイシカリバービーそれからレベッカコメコメ同世代ですよね<う>みんなパーッと売れまして、うん、あれっつってあれ <laughs> あれあれ俺たちはみたいな <laughs> そっからそのピンクのこう前身となるバンドに流れていってそっからあれが生まれるわけですけれども、うん、そのあたり自然とどういうふうに集まったんですかピンクのメンバーっていうのは 新しくできて、はい、でスタジオって運営始める前にちょっと音のこととかいろいろ調べたりモニター録音したりするんですよね、はい、それに集まったのがボーカルの福岡えんちゃんとか、はい、まあ僕とかホッピーも呼ばれ、はい、それがでちょっとデモ録音をして曲を撮ったのは最初なんですよ、はい、で,そ,れもしでその曲を元にしてこれライブでやろうぜみたいなノリになってその時のメンバーで。うん 始めたのが。で、ある日ですね、えっ、ー、と、ドラムベースが都合によりできない日に、矢壁厚信と、はい、岡野一が入ってきて、はい、で、バリバリやったら、そのままメンバーがそっちになっちゃったんですね。そういう、いい加減な流れがあって。<laughs> えー でももう最初からこう曲作り始めたらもうあの完成形完成系完成のどの高いものが出来上がってすぐに動い動き始めたんですか。そうですね。うん、そういった意味ではスキルの高い人が集まっていたので。いやすごいですよね。うん。おでそこからデビューに至ってあのー、メジャーデビューに至るまでっていうのはもうスカウトされたのかもなんかどどういうつながなんかつながりで音楽業界に入っていったんですかそのバンドは。 どうでしたっけ？<laughs> っ <laughs> 最初のエピックでしたね。そうですね。エピ,エピックからシングル二枚ぐらい出したんでしたっけ？はいはい だ、うん、だんだんもうう忘れ始めてるよよな時代の話ですよ <laughs> なるほどで当時エピックソニーの1983年頃多分デビューされてると思うんですね。で僕はあの中学生ぐらいの時に、えーとまあ、僕48でその頃はまだ小学校高学年ぐらいだと思うんですけど、まあ、僕ザ・ボッズとかエピックだったら、えー、とバービーボイズとか、うん、あの辺すごい聞いてたんですね。うん、でもピンクってなんかあのちょっと恐縮ながらなんですけどあんまりこうなんか 知らないといか僕僕は気づけないいぐらいのところに、うんうん、なんんかなんとなとく名前だったり写真見たことあるぐらいの感じだったんですけど、うん、セールス的には最初どうだったんですか、うん、エピクソニー時代っていうのは。いやそれなりに頑張ってたんだと思うんですよ、はい、レコード会社とかは。はい、けどやっぱりその当時のだから要するにボーイ・シカリバービーそれからレベッカコメコメ そのあたりはみんなまあいわゆる同世代ですよね。同じその辺のみんなでね、イベント出てたりとかしたんですけど、みんなパーッと売れまして、うん、あれっつって、<laughs> あれあれ俺たちはみたいな。<laughs> <ー>やっぱ非常に音的にやっぱマニアックというか。いやまあミュージシャンズミュージシャンなところがあるのか、うん。よく言えば。はい。まあまあ一般的にはちょっとなんかよくわからない音楽を、はい、やっぱね、 やっていたっていうのはあるでしょうから、それでやっぱりとっつきが。はい、ですから、今に、この時代に至って、<laughs> あ,のうん、あの、こういう世代の皆さんにですね、うん、いや、当時聞いてたんです、当時聞いてたんです、うん、とか言われまして、うん、当時言ってよ、みたいな。 いやであの今時代が何か逆に追いついてんじゃないかっていうぐらいあの例えばプライベートストーリーなんかを聞くとあのすごく王道な感じすると思うんですけどでもいろいろくとかなりやばいバンドだってだんだん気づくじゃないですか。うん、であの YouTube なんかを見るとこんなすごいバンドがいたなんて当時ね見れた人がうらやましいって書いてあったりとか書き込みとかになんで,で自分は気づけなかった僕もそうなんですけどなんで当時リアルタイムに聞け聴けなかったのか。うん 悔しいみたいなまあそれはあのセールス的なものとか露出だったりとかっていうのがやっぱり他のバンドと比べてちょっとその 振るわなかったっったたてていううのが事実ととしては多分あったと思うんで,す、うんうん、でもね、今でもね、当時の音をたまに耳にしたりするとやっぱ、ちょっとやっぱ違うよな、俺たち。<あ>違うよね、俺たちって思いますよね。はい、そうですか。やっぱ正直、あれ、うん、ですけど。ちゃうものね、うそうですね。ね。だからそれは確かにそれは突飛つきやすいし、聞きやすいから、それは売れますよね。まあピンクもね、一番のアルバムは、 5万ぐらい売れたアルバムもあるんですよ今5万売れたらすごいんですけど、うん、まあボーイが100万売ってた時代なんでですね、はい、まあ箸にもボーイにもですよね <laughs> 残念ですけど、ね、あでも僕はあの、まあ、ギターをやってて僕はあの YouTube で今さながら2020年ぐらいからあのピンクをなんか触れるよっ聞き出してなんかあの映像を見てたらあのこ,このバンドに入りたいと思いますもん。 あのあそこのステージでギター弾いたらほに気持ちいいだろうなっていうような、うん、だからミュージシャンズ・ミュージシャン的なものがあったりとか、うんうん、今の時代だったら売れるんじゃないかと僕思うんですよだからもしかしてあの時代に早かったんですね SNS とか YouTube があったら,ったら、うん、マニアが掘り起こしそれがもうちょっと拡散した可能性はあるのかなみた、うんうん、いな僕はあの未来も感じるんですよ実は、うん、あのピンクが何年後かになんかまたグッと出てくるようななんかそういうリバイバルみたいなのってこ,このなんか今の 時代って起きてるじゃないですか？昔のものが、うん、突然あのなんか再生数上がったりとか、うん、だからすごいことを。今、まあ、伝説のって言ったら、ちょっと陳腐な言い方になるかもしれないですけど、うん、伝説化してるバンドかな？みたいな風、うん、には思ったんですよね。うんうん、だから、あのあの時代に気づけなかったら自分がちょっと悔しい。 その後、そのいろんなもう多彩なこうキャリアを積むっていうのがどんどん進んでいくと思うんですけれども、あの徐々に徐々にそのなんていうんですかね、今今のスティーブさんをこうの形成するそのなんかポイントというか、ええ、なんかあ天気というか何かあったんですか？あのですね。はい、ピンクがですね、どうにも売れないし、もっくくっていけいけないので、<laughs> はい、お先に抜けたんですよ。 あ、そういう意味で。一年先に。そういう部分で。僕が、その後はサポートという一応、便宜の形になって、一年後に解散するんですけど、で、そこでパッとなくなった時にさあ、あここからどうしようと思ったら、うん、そこで、また、あのー、始め、二番目のお仕事だった、キョンキョンのマネージャーから電話がかかってきて、はい、またツアーやるんで、そこでバンマスやってくんないかなって頼まれて。バンマスですかええ、やったと思って。<ー>で、メンバーかき集めて、で、怪獣大図鑑バンドっていう名前を付けましてね、はい、もう本当、 もう、なんか、ある種パーティーバンドみたいな。 あーでももう当時のキョンキョンって言ったらもう武道館か何かもう全国大きいところを片っ端からいるような感じですね、うん、あのいわゆる僕が初めてやってからねもうパチンパチンのまんまるアイドルだったんですけど、はい、その頃要するにちょっと変なことをいろいろやりだした頃ですよね。あ,あのキョンキョンって言ったらそれこそアバンゲルドアグレッシブというかあのちょっと変わったことを、うん、なんか何やりやりやらかすかわかんない危険さをちょっとプロモーションしてたいか、うん、そうそう,そ,うそのもうそのが始まったぐらいの時ですだからスティーブさんが呼ばれ かもしれないでその時演出がえっ、ー、と僕2年やったんですけど、はい、演出が立花の初めさんが入ってて、はい、でそこでですねあのもうメンバー全員返事食いな格好しましてねなんかライブをやって、はい、でいろんなことバタバタバッてる時にまあ彼女からですねあんた天才よって言われて、はい、言われたことでそうか俺は天才かってそこから始まりだ <laughs> そのあ自,信を自信をつけたんですねその,その一言がですね <laughs>、えー、私の転機ですえー、あじゃあ小泉今日子さんのそのなんか あの評価じゃないですけども、うん、なんかそういったものが転機になったみたいな<う>、はあ、でもあれですよねそれがっつりもうなんか何年かやったんですか 2> ええー、2年ですね2年, 2> 2年で二、はい、年の2つのツアーと合間にちょっと学園祭回っただけで,、はい、2>, で2年目は今度は演出家も入らず彼女と2人で演出とか舞台装置とか、はい、あのいろんなその辺までデザインとかして、はいまあ、いろんなまあスタッフとの苦労もありながらまあ作ってって、はい、でその2年間やったり。 それはどうですかあの思い出とししては楽かかったですか面白かったですねいまだに語り草がいっぱいありますからね<ー>それに関しては2年目の時は力、はい、さんが力春夫さんがプロデュースした日本で初めての歌謡ハウス、はいえー、アルバムがあって、はい、で僕たち「カハウス」なんて分かんないですよ「はい、何キックをずっと4つとっとっとっとずっと打たなきゃいけないわけ」はい、みたいな、はい、何も分かってない状態で作ってったりしたんですけども、はい、だからそういった意味ではまあ ね先駆的なライブをやってたりとかしたですからねそれは面白かったですよねじゃあそのいわゆるドラムを打ち込みの音楽みたいなものがどんどん入ってきてるいやその時はまだ打ち込み使ってたか使ってないと思う全部人力で人力でピンクっっててて同期しやたんですかピンクはあのカセット使ってセットあのマルチチャンネルのカセットそれにクリックを入れてほかにあの オッケーとか、そういう入れて、はい、はい、で、それでピンクは回してました。<ー>ピンクライブの時に始める。あの、次の曲が始まる時には必ずヒスノイズがシて、えー。<laughs> ライブ会場に出るんです。あ、それも味ですね。で味ですでちっちって言ってそのピタッとしたも、ものも好きなんですか。それとも、あの。にあ、僕ですか。揺らぎがあるものが好きなかあ。僕はやっぱりね、ピンクの時代に。話を鍛えられたので、はい、やっぱ僕はカチッとした方が、はい。 好き,で好きみたい。カチッとよりさらにちょっと前みたいな感じが好きみたいですね。うん、例えばあのアフリカの流れでなんかあの生演奏しかやってないパーカニストって揺らぎがすごくあるっていうか。うんうん、いや<の>聞いてるのは気持ちいいんですよ。ただ自分はそれを真似できないっていうか、うん、ほら例えばサンバ好きの人たちあ,、はい、あの16分音符がこう並ぶけどいやここがちょっと うん、貯めるよねとか、そういう研究をする人が、ねはいて。で一生懸命やってんのを見たりするんですけど、うんはい、いや、そんなことを研究しなくても、あのー、ね、ブラジルの3歳児関係なく踊るよねって思ったら、うんうん、俺はもう、血とかうんぬんってよりも、なんか、うん、もうね、どう真似したってそれは真似っこだし、うん、そんなことより僕はちょっと、自分作ろうと思って。うんうん、ピンクは僕はやっぱり、その時は、テクニック的に一番劣ってたから、 あ、そうなんですか。うん。で、全く追いついてなかったから、うん、もうだからでもピンクをやってる間にリズムのリズムの分析のがもう8ビットから16、はい、32、64、128足して増えて,ってはいうん。 なるほどって、ぐわーってもう視界が開けた感じになったする、うん。ああ、そこでもいい、ある意味職業訓練というか、なんか。まあ,あ、あうん、初めての職訓だった。<laughs> なるほど。<laughs> そうそう。お話聞いてると、なんかトントンびよしじゃないですけどいい、いい感じで、その、音楽的にもいい感じで順番が。そう,ね、そう、本当に。岸田敏之さんいうん、<laughs> 人の出会いも含め、<laughs> まあいろんなことありましたけど、けど、はい 確かにその通りですよね。話を聞いてると、もうその単純にそのミュージシャンとしてみんながもう見てるというか、例えば営業とかあんまりしなかったんですか、仕事ください。できないんですよね。<laughs> してみてもね、なんかそういうことが不器用みたいで、はい、やっぱできなくて。うん、うん。ただ別にこうやって待ってるわけじゃないですよ。はい、待ってるわけじゃないんだけど、だから受けた仕事はもうその中でフル回転で自分を働かせでやってた結果かなと。ただまあ自分からこうやっていくことはあんまりできない。でもなんか結局ね、 ぐるっと回って巡り合うんですよね。ああ。じゃあそこはあまり計算なしで計算できないタイプ <laughs> もうだ。もう目の前の楽しいことしか考えられないので。<laughs> あ、でもそれがずっと切れることなく続いてるっていうのはそうなんですよ。すよだからそんなことね。四十30代、40代の頃、節目節目で、いや、こんなことやってね、今まで来たけど、まあそのうち罰当たるし、それが続くわけないよな、ないよな、と思ったら、40を超え、50を超え、60を超え、<ー>70が目の, <laughs> 目の前に迫り。<ー> でも未だにそんな新鮮な出会いいがあるっていう、はい、でしかも、ね、あんまり自分と同世代より上っていうのはお付き合いがなくて、はい、ずっと下の人たちとの付き合いをずっとなんか支持してもらえてるっていうのはすっごい嬉しい。じゃあいまだにこの若いミュージシャンたちとの出会いだったりとかっていうのも結構あるんですか、うん、そうですね<ー>むしろだってあの普段活動するのは下の人たちばっかですもんね。はい、上ののの人との縁ってていうのは本当に少なくて まあ僕なんかもそうでしたけど、やっぱり二十歳のね、前半とかって、プロになろう、プロになろうって、イコール、その当時はスタジオミュージシャンってのが一番偉い、みたいな時代でしたから。うまいとかね。そうそう、うまいっていうこと。それって単に職業音楽家になることであって、そこに何かあんまりこう、自己表現とかクリエイティブな要素ってのはないよな、っていうことを思うわけですよね。だから結局、 あのー、自分もそういうものにはならず、なんか、 うん、好き勝手遊んんでででるようなな人にっってしまったんですけど、うん、でもその好き勝手をやりたくてバ,バンドっていうものにこだわって職業的にならずにバンドでやってるって人結構パーカッショニストでも多いと思うんですけど、うん、スティーブさんの場合はその好きにやるんだけれどもそ,それがライブサポートとかレコーディングとかがガチの音楽業界の中でそれができてるっていうのが僕はすごく異色だなと思ってて、うん、そうだからね、うん、本当にこんなことやってたらバチ当たるぞと思ったけど <laughs> バチ当たってないんで,<ー>でこの年齢になりますとねもうバチなんかよけれますからね。<laughs> マジ <laughs> なんかフラッだがきだけにみたいなね <laughs> そうだから <laughs> ああのだから <laughs>、うん、そういった意味じゃ 本当に運がいいんだと思う、うんあでで。人々にも感謝しなきゃいけないと思ってる。ああでも、ある意味、今お話聞いてると、でも、ちゃんと下積みもやっぱできてるストーリーなのかなという気は、例えば,、うん、例えば83年ぐらいに多分ピンクデビューして、そっからあの5、6年っていうのはかなり濃かったと思うんです、今お話聞いてると、うん、その小泉京子さんなり、いろいろ。で、他には当時、並行してやってたアーティストってど、どんな方いらっしゃるんですか、うん 最初はだからね、西田さんのお仕事があって、はい、小泉京子ちゃんのお仕事があって、で、その、はい、えっと、お付き合いしてたバンドの流れだったんで、その頃はなんかな、なんとなくアイドル仕事が多かったですよ。<ー>ね、当時の。はい、だから、例えばほら、夏にプールサイドでやるよね、とか、はい、よく言ってたし。はい、そんなことやってるし、まずピンクに誘われ、で、そういうのをちょっと抜けなきゃいけなくなり、契約とかあるもんで、はい、うん、抜けなきゃいけなくなって、一回離れる。 うん、うん、だピンクの期間中はそういう仕事ができずあもう専属で事務所から例えばまあ給与なりに出るにてるて、えー、でもそれじゃあね家賃払うももギリギリなんですよああ<ー> <laughs> でも当時は、まあ、バ,バブルがます真っただ中変わるかないなっただだけどあんまり全然関係ないですかね本当にもう<ー>本当家賃 家賃払ったら終わるなみたいな給料でしたよ。うん、ああ。えー、それはちょっと夢がないというか、あの未来が見えなかった,た。見えないですね。で、結局辞めるんですけどね。はい。うん。あ<ー>まあ、ピンクの期間中ですね。そこは、だから、そういうお仕事とかは、うん、まあ、一回離れざるを得なくなり。うんうんうん うん、で僕が例えばスタジオとかで忙しければその合間にそっちに行くこともできたけどもともとスタジオってのはあまり合ってないしそこで自分があまり発揮できないタイプなので、はい、だから僕はあくまでやっぱりライブミュージシャンだったので、うんで根っからのやっぱそうなるとやっぱり契約があってバンドに拘束されるとそっちの副業ができないのでやっぱちょっとこれはもう痛感だと思う。あやっぱね、でえっ、ー、と28区、うん、ですか辞、はい、めたとこから改めて仕切りになる。